今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もう本当にいろんな最近出来事が起こったり、いろんな報道が日々ある中で、楽しいと思えることがなかなかないなと思ったりもするんですが、今日は楽しいお話も伺えるのではないでしょうか。8月ももう間もなく終わると言いたくはないんですが、ですね、今日ニュースでも梨狩りが始まりましたとか、やっぱり秋の食べ物楽しいですよね。はい。さあ、秋の訪れがこの方も待ち遠しいのではないでしょうか。さて、今回はやれることはやるということが本当に二階さんが応援してください、ありがとうって、それが合言葉だって言ってもらいましたけどこの方の合言葉はやれることはやるんだっていうのが、きっと人生の合言葉ではないかなと今思いつきましたそして新刊も旧刊もフル稼働、そんなお話を伺います。さあ、コメンテーターは医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんです。こんにちは。こんにちは。はい、暑かった夏も、もう間もなく、本当やね、秋はね、はい、妊婦さんにとってはね、大敵なんだよ、はい、食欲が回してね、体重が増えて産婦人科で怒られるのが秋の妊婦さんだよね。ああ、体重ちょっと増えすぎやでっていう、そう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 、私が悪いんじゃなくて秋が悪いんですっていうの。あらららそうすると、ちょっとついでに伺いたいんですが、はいはい、私3人の子供がいるんですが、はいはい、私自身も含めて誕生日2月なんです、それってどうですか。いい、ね、2月に生まれる子ってね、はい、何がいいかというと、妊娠中に夏でしょ、妊娠中お母さんのお腹の中にいるとき夏じゃないですか。そうです。そうすると外に出てるんだよね、母親が外に出て日光に浴びてる。私3番目の時下手したらテニスしました、でもね、はい、妊娠中にお母さんが日光に浴びて、はい、カルシウムが、ね、ビタミン D が活性化されて、で生まれた子も母親もカルシウム高いんですよ、はい。お、日光に当たって D から CA が形成されると、そう、はい、で、なんかおかしいなって、お産の時に私たち赤ちゃんの頭、新生児の頭、だいたい頭から出てくるんで触るでしょ、はい、柔らかい子と硬い子がいるので、それがなんとなく季節によって違うんじゃないかなっていうのがずっと言われてたんだけど、はい、一回京大の小児科と足立病院でコラボして、その1年間生まれたこの赤ちゃんの頭の硬さをね、はい、測ったことがあるんだよ。面白い。じゃあね、はい、じゃあね、はいはい、やっぱ夏にお母さんの中にいて生まれた子っていうのは、はい、冬に生まれるっていうことですよね。そうそうそう、その子はね強いんだよ。逆に春先とかに生まれてくる子、つまり妊娠中にお母さんが冬だった時にあんまり外に出てない子は、はい、頭がペコペコしてる、骨が柔らかいの。すぐ頭蓋骨ということですか。そう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 、だからやっぱりビタミン D って必要だなって、で活性化するためにやっぱり日光に当たらんといかんなっていうのを今はね、みんな日本中で言ってますよね、妊婦さんに。でもすごいことに気がついて、こうではないかと思って調査したというところが驚きました、さすが、ね、さすがと執着気質と言われてるからね今回新病院を作る一番大きな目標は、はい、そこに未熟児センター NICU を作ることですって言うと、周りから言われるのはずっと言ってたと。25年前から先生は NICU をいつか作るってずっと言ってたけど、すごいですよね、ずっと考えてるんかって言われるもんね。保育園もそうだったしね、はい、うんって言ったら執着気質やなって言われる。おお、それを執着気質というべきか、うん、
今オリンピックに出られた方が小学校 の, あの作文で、うん、あのオリンピックで金メダルを取るって多くの方が書いてらっしゃったり、多分大谷翔平選手もあれ、ね、あの小さい時の作文、ね、そうですよ ね, あ れ, ねあれずっと思うんだろうね、はい、それと一緒ですよね、うん、小さい時からまあね、いやでもやっぱりそれがあの、うんまあ、人生の目標っていうことはないですけれども、うん、お仕事の中での、うんまあ、目標っていうことですよね、うん、まあそうやね。でも半分遊びだろうけどね。いやいやあのそれはご謙遜だといやいやあの承知しておりますけれども、はい、やっぱりこれをあの、月に行きたいというのと、まあ、ある意味一緒で、うん、あのそれをやっぱり実現させるために何が必要かっていうことをそれやっぱ考えるやろうね。考えるというところが重要ですよね、うん、本当に経営者ってね、はいまあ、そういう意味では忙しく働いてるんだけど、でもちょっとだけ時間を持って将来のことを考える時間も必要なんだよね。いや、かなり必要だと思います。目先のことだけ一生懸命やってると先のことって考えられないじゃないですか。はい、3年先5年先10年先は何だっていうのをやっぱり考えながら仕事はしてるよね、多分そうですか、はい、あのまあ、世界は広いですが、うん、あの中国がどうのこうのって好きとか嫌いとか抜きにして、はいはいはい、やっぱり100年の計50年の計、はい、あの10年の計こう先を見据えて、うんなんか動いてるっていうところが日本の政治家にはできないなっていう、うん、なんでかね、すごいですね、やっぱり大陸的、ね、違うよね、気質っていうか、うん、本当に先を見るっていうことが、うん、ない日本ってないよね、その場限りだよね。今その選挙衆議院選挙があるからとか、うん、そういうことだからいろんな、うん、なってしまうね、出来事が起こるんですよ ね, ね、うん、そうですか。やっぱりこの畑山博さんのように、はい、その10年の計20年の計を持つというところが、うんうんまあ、執着気質やね褒めたくはないんですけれど褒めたくはないんだ褒めたくないんだ。いや別に褒めてほしくもないんだけどなんかくれるんだったらもらうけどねいやでもね、いや面白いよ、やっぱりその院長になった時古いデータがいっぱい出てくるじゃないですか、はい、昔のこれってね見てたら面白いよ。自分でいろんなこと書いてるし、言ってるし、はい、あの職員を前にしてね。だから院長になった3月31日まで大学の職員してて、はい、であのね最後医局で皆さんにあのありがとうございました、お世話になりましたって言って荷物を足立病院に移して、4月1日に今日から院長の畑山ですっていう挨拶をしてるわけですよね、はい、で当時はねもう分娩数がすごい少なかったから、もう絶対京都で一番の分娩数にしますっていうのが一つ目やな、はい、で二つ目はあの自分が不妊を大学でずっとこう不妊の治療してたから不妊センターを作りますっていうのが二つ目やね、はい、で三つ目は小児科を作りたいと、うん、あ四つ目はその障害児を見れるような保育園を作りたいと、できたら最終的には周産期センターにして未熟児センターを作りたいって5つをこう言ってるんだけど、ちゃんとあのなるもんじゃんであの言ったらなるもんなんやみたいに、もうちょっといっぱい言っとけばよかったかなみたいな。いやすごいですね、やっぱりその20年前にやっぱりその5つをやっぱりおっしゃってるっていうところが、うんうん、でもね嘘800やったんだ自分ではね。大ボラ吹きで、いやまあここは若いし実力もないし、あのまあちょっとでっかいことでも言ったろうかみたいだったんだけど、はい、まあなるな。いやだから当時の写真とか、もう当時のなんか自信のなさそうな写真とかなんかいっぱい出てくるのを見て思うよ。あんたね。あのそうおっしゃいますけれど、あのフェイスブックでまあいろいろこう、うん、お写真拝見すると、うん、その若からし頃の畑山博士先生は、うん、まあ自信に満ちているなと。いやだから私当時の彼には言ってあげたいなと思って、いやそんなに焦らなくてもいいし、はい、ちゃんとどうにかなるよって、もう仲間いいや仲間をみんな集まってくれるから、はい、もうちょっとゆっくりでもいいよってね、今だったら言ってあげたいな彼にな。いやそれもご謙遜だとは思うんですがやっぱりそうやってあのこれをしたいあれをしたい、その、まあ、5つの柱のことを20年前におっしゃって、うん、そしてそれをこう何年後かに1個ずつこう実現していくっていうその実
動かす力っていうか、うん、褒めたくないんですが、うん、褒めたくないね、はい、褒めた、うん、私もあの褒められるとなんか痒くなるからあの褒められたくないんだけど、はい、やってきましたね。でもこれね、やっぱ言ってた方がいいなと思うが、人ってね、はい、やっぱりこう、あ、こうありたいなって思った方に努力、一生懸命努力するし、その方がなんか気持ち落ち着くよね。こんなことしたくないなと思うのを やるのは辛いじゃないですか、はい、でもこうあったらいいなとか、こうなりたいなと思って、それに向かってこうなんかバラ色の人生を考えるのは、多分人間の脳ってそっちに向かって一生懸命走り出すよね。素晴らしい。でスポーツ選手がほら優勝した時のね、はい、あのインタビューを考えながらとか、勝った時のどうしようかっていうのを考えながらやりましたってよく言ってるけど、あれと同じだと思うわ。多分こうあったら楽しいだろうなと思って目標を立てて、それに努力するのはなんかこうね、脳内モルヒネというかね、ベータエンドルフィン出てるんだろうと思うね、やっぱり人生ってそうありたいなという、その方が楽だよね、楽しいしね。お手本をおっしゃってるというか、お手本なんやでも絶対多分これからの、まあ、若い、ね、リスナーの方もいるだろうし、はい、今までも私よりもずっと経験たくさんある人もいるだろう、多分みんなそう思うはずだよこれね、はい、でも楽しいことを想像してそれをに向かって努力する方が可能性も高くなるし、自分で仕事してるんじゃなくて遊んでるなと思えるからね、多分その方がいいと思うわ。あ、うん、いいですね、うん、やっぱり自分のやりたいことは何だろうってやっぱり思えるっていうことは、うんうん、できそうで意外と難しいかもしれないっていうか、自分は何を求めているんだろうっていう、目指しているんだろうっていうのが意外と難しいっていうか、確かにね。でも止まって、はい、とどまってぐるっと探して、でじゃあ楽しそうな方に向かって走り出す方がいいよね、はい、それは絶対そうです、ね、いや本当に人生の理想の姿を、うんうん、こう実現してこられたんだなと。今日はなんかすごい褒めるねいやなんかいいことありました。いやいやいいこと、私も割とそんな好きなことしてるからねいや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 、もうやめてください、悪口言うのは。いやいや褒めてますやんね。いやいや、あの別にここで、はい、漫才をするわけではないので、はいはい、すいません。今月はいろいろこうメディアにご登場されました、はいはいはい、まずは、はい、KBS で拝見したのは、はい、8月8日に、はい、新病棟、はい、新館がやっとまあ、オープンと言っていいのか、うん、なんて、うん、でもグランドオープンですよね。グランドオープン8月の初めから引っ越しを始めて、ああ、ようやく、いや、ようやく8月4日から患者さんが向こうに移って、で8月8日から外来も向こうに移って、はい、全館向こうに移ったのは8月8日新病院グランドオープンで、やったーって、いや疲れたっていうのが一つやね。ああでもそこで、はい、じゃあ残った方の休館を8月8日に、はい、妊婦さんのコロナ専用の病院としてオープンしてんだよね。すごいですよね、うん、このね、この経緯を後ほど伺いたいと思うんですが、うん、その新病棟新館の方は、うん、うまくその稼働してますか、イメージされたように、うん、まあいろんな、だいぶいろんなことがシステムが変わったし、はい、まあ、IT もいっぱい入ってくるし、いろんな大変なこともあるけど、まあ、どうにかいってるかな。そうですか、うん、そして、まあ、世間ではというか、うん、東京でも日本、もう日本中がそうなんですが、うん、やはりこのコロナ禍と言われる中、うん、第7波がなかなか収まる気配を見せない、収まらんね、うん、これ本当に収まらないね、はい、この中でその診療体制っていうか、うん、やっぱりこう何かを制限したりとかされてるんですか、うんうん、ね、はい、例えばね、はい、みんなほらベッド数を確保できたって自治体にしても国にも言うけど、はい、あれってベッド数じゃなくて問題はそれを見るスタッフがいるかどうかなの。でコロナで一番困るのは一般のね、人もみんなかかるけど病院のスタッフもかかるんですよ、はい、病院の中ではみんな気をつけてるとかからなくても、家庭ではやっぱり子供からかかるし、ご主人からかかるし、奥さんからかかるから、やっぱり病院のスタッフも同じように、国民と同じようにかかっていくんだよね。でスタッフがやっぱり抜けていくから、やっぱ病院なんか大変ですよね。多分日本中の病院がもう本当にキツキツで回ってると思うわ、うん、そうですか、うん、まあ、そういう中でその、うん、診療体制の工夫として、うん、病院の滞在時間を短くする、なるべくこれまでにない表現だなと思ったんですが、うん、本当に例えば
例えば夜なんかだとね、夜なんかはもう夜診を一回今やめてるの、もう夜の診察をやめて、夜とかはあんまり出歩かないようにしてくださいって妊婦さんも含めて言ってるし、であるいはその2週間に1回ずつ来てた外来をやっぱり4週間にしようと、何もない人は4週間でもいいよっていうふうに外来に来る回数も減らしてるし、まあ入院期間ももう全然大丈夫だったら1日早く帰ってもらうということもあるかもしれませんっていうこともしてるし、結局コロナって人が集まるところで発生するんだよね。そうですね。でもうデータがちゃんと出てて、はい、コロナにかかりましたと、ええ、でね、はい、56% の人は何の症状もないんだよ、半分の人はサイレントキャリアって言ってかかってるけど、はあ、何の症状もないので、ワクチンしてるし、はい、ちょっとまあ夏風邪かな、あるいはちょっとなんか頭が痛いな、ちょっと鼻水が出るかなぐらいかもしれないし、ほとんどない人が半数以上いるんだよ。だから人が集まったら誰か持ってるかもしれないわけだから、そこで何も症状がないもんだし、食事しても後でクラスターが発生するのはそういうことなんだよね。病院の中でも同じことが起こるから、もうなるべく人が少ない状態を作りたいっていうのが今の本当に病院関係者の気持ちだと思う。あ、なるほど、うん、やっぱり人と接したり集まるということがやっぱり一番の、ね、リスクですよね。それがやっぱり感染というものを生むというところは、うん、もう本当に第一波と変わりないと。最初と同じです。同じ。これはなかなか大変やろ。大変ですね、うん、でももっと大事なのは妊婦さん、私たちが、まあね、見るのは妊婦さんだからね、妊婦さんってやっぱり重症化しやすいっていうのちゃんと言われてて、はい、コロナで入院した人をねずっとこう見ていくと、大体 10% の人が5% の人が重症化するけど、妊婦さんは、ね、10% の人が重症化するんだよね、はい、だから倍重症化率が高いというのが、うん、高い、はい、うん、で妊娠中期、注意が必要だってことですね、うん、妊娠中期とか後期の人はやっぱり、はい、早産になったりとか、重症化もしやすい、うん、だから妊婦さんはやっぱり高齢者もそうだし、基礎疾患がある方もそうだけど、同じようにやっぱ妊婦さんは重症化しやすいんだなっていうことをやっぱり理解しとかんというかね。そうですか。妊娠している時に、うん、普通の風邪をひいて、うん、咳一つしただけでも、まあ、言ったら横隔膜に、ね、力がかかるしね、下に下がるっていう、発生したりとかあるよね、調子悪いなっていう実感しますよね、はい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 、まあ、それ以上のものっていうことで、はい、そうそうそう、まあ、大変なことだなと、うん、で薬ないしね、本当ですね、うん、まあ、そういうことをつくづく思うんですが、はい、この後はその休刊の方をどのようにされたかお話を伺います、はい、引き続き畑山博史さんにお話を伺います。休刊っていうのは、うん、東野通り、そう中、ね、上京区になるんですか。いやいや、中京区中京区の東野通院と、うん、烏丸池だもんね。烏丸から一本ちょっと東側、ね、東、うん、はい、そしてびっくりしたのが、うん、どういう位置関係かなと思って見たら、ね、見たら新館は5メートル東に移ってるやろ。それを通りで言えば高倉になるんですか。愛の町。愛の町、うん、だからシンフォニアって言って不妊センターが東野東院の西川にあって、はい、で東野東院を挟んで今までは産婦人科があって、はい、で愛の町を挟んで今度新しい病院ができたわけね。だから道路2本挟んで不妊センターと休館と新館になってるわけな。新館を、うん、まあ、まだオープンする前に、うん、出来上がってるかなと思って見に行ったら、はいはい、で休暇は、まあ、どこだろうと思って見たら、うん、そこやって、ね、あれっていうか、うん、裏、まあ、どっちが表で裏か分かりませんが、うん、ほぼ通じてる状況という、そうですよね、それがすごいなと思ったんですよ、ね、でも5メートル移すのは大変でしたよ。もう本当に患者さんを、ね、車椅子に移すし、もベッドで移す人もいるし、はい、荷物運ばんといかんけど、まあ、日通が入ってもう何十人も入って、たった5メートル移す先にこんなんかっていうぐらい大変だった。いやとはいえ、うん、その5メートル挟んで、うん、道路を挟んでその新館を、うん、その旧館よりも大きい6階建ての新館、うん、はい、
間を作れるスペースを確保できているっていうところが、なんとまあって計画的やね、はい、あれですよね、すごいですね、10年以上かけてやもんね、あれね、ずっとね、 あの土地をね、そうなんですか、うん、ちょっとずつ解体していって、あこにこう広い土地が出来上がったっていう感じだね、すごい、うん、それはやっぱりその新館を建てるんだ、120周年を記念して、そうそうそう、120周年にはさっき言ったようにその未熟地センターを作りたいって思いがずっとあるから、はい、今の旧館では難しいんで、うん、あっちに新しく病院を建ててそこに未熟地センターを作ろうと、お、すごいですねいやもうでも私じゃなくて院長やもんね、次はやったのはね、私はもうあの浅田森生さん、うん、浅田先生ね、はい、うん、そうです、いや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 、やっぱりその休館で今も働いておられる方がいらっしゃると思うんですけれども、うんうんうん、全然旧新とか言うんじゃなくて、はい、つながってるっていう感じが持てるスタッフの方に、うん、そういう意識が分かれてる感じが全然しなくていいなって思ったんですが、うんうん、でも今はもう新館はもうひたすらその正常さん、ね、正常なお産とか、はい、あるいはその NICU があるんで未熟児を産むお産とかを一生懸命やってるけど、もう今は休館は完全にコロナ専用の病院に変えてる。あ、そうですか。コロナにかかった妊婦さん用の病院に変えて、足立病院コロナ陽性妊産婦サポートセンター、コロサポって呼んでたけど、コロナサポートセンターって今してて、はい、こんな使い方もあるんだなっていうのは多分ね、日本中でみんなが思ったと思うわ。はい、その日本中がというところで、うん、やっぱり、まあ、NHK のその、はいはい、京都のローカルニュースのみならず、うん、ニュースないんでね。あ、そうですよね、びっくりした。全国ニュースであれ、うん、畑山先生喋って私もなんかなんだこんなとこにも出てるんだみたいなそうですよね、うん、それから、あれは何チャンネルなのか、読売もあったね、ニュース10ですか、なんか分かります、うん、今日は多分毎日放送も多分あったと思う。ああ、そうなんですか、うん、やっぱりそれだけ取り上げられる、うん、ということは妊産婦さんの、うん、そのこう重症化リスクがあるという、うん、あるということ分かってるのと、はい、でま、いつだったかな、千葉でね、妊婦さんがコロナにかかったと、はい、でもどこも入院することができなくて、家でお産したとかね、神戸でも昨日かな、一つやったけど家でお産したとか、はい、あるいはその赤ちゃんが亡くなったっていう事件がやっぱあったから、うん、はい、やっぱりみんな非常にこうセンシティブになってるよね、どうしたらいいのかと、はい、で自分がコロナになったと、熱が出た、はい、咳が出た、ちょっとお腹張るからってかかりつけの病院にかかっても出ましても、はい、見られへんって、見れないっていうし、自宅待機って言われると、うん、でそうしてなんか赤ちゃんが起こないような気がするとかね、はい、どうしようってなるわけね、なります、うん、はい、だから今回その休館をコロナ専用の妊婦さん用、はい、妊婦さん用のね、変えようって言った一番の目的は、うん、まずはその看護師協会とか助産師会と組んで来てもらって電話相談を受けてって、で電話でちょっとでも話すことで、うん、あこれ大丈夫だよって言ってもらうとすごい不安だった妊婦さんが落ち着くから、はい、まず電話相談を受けてっていうふうにしてるの。そうするとね、うん、もう2週間だけど40人を超す50人ぐらいの妊婦さんからこうやっぱ電話相談を受けてんだよね、はい、うん、でそれはこう陽性になったっていう方、そう陽性になって、はい、どうしましょうかと、はい、心配です、行政につながらないし、はい、かかりつけの産婦人科に言っても見られへんっていうし、どうですかっていう電話がやっぱあるんだよ。50件を超えた電話があるし、そのうちの多分15件ぐらいは、はい、あじゃあ心配だったら一回おいでって見ますから一回おいでって言えるから、はい、来てもらって、だってほらそこはもうコロナ専用だから別に普通の人と一緒じゃないんで見れますよね。で見てで必要な人があったらもう入院して、じゃあ入院して治療しようと、はい、で治療した時に赤ちゃんその病棟同じ休館の病棟で入院治療、うん、はい、でコロナに関してはね気殺隊って言ってね、京都市内で在宅を手広くやってる先生たちがいて、はい、彼らが来てくれて見てくれるんですよね。ある意味、うん、その、まあ、コロナの患者さんを、うん、ちゃんとコロナの方はその内科の先生たちが見てくれると、あで妊婦さんとか胎児を私たちが見ようと、あそうそう、でちゃんとねちゃんと住み分けできた役割が、うん、でコロナサポートセンターはやっぱりそのコントロールセンターが京都府が持ってるからね、はい、コロナのね、そこにちゃんと登録してるからそこからも頼まれておきますし、はい、うまく京都ってねうまくこう回ってきてるんで今はね、
それが第一やね、はい、そのだから妊婦さんの不安を除いて、はい、電話で相談を受けて、でそれで必要だったら入院させると、それが第一。もう一つはね、入院はどちらに、まあ、そこで休暇の上で、はい、うん、そしてでもう一つは、はい、あの大学病院、例えば京大とか府立医大とか第一二席とかね、この周産期センターがあるところ で、で一般の病院でに感染、コロナに感染した時にそこでお産する、で救急でそこに運ばれていくと、もうそこのベッドがいっぱいになって取れないってことになるよね、はい、もう取れませんと、だからそれをちょっとでも減らすために、じゃあお産が終わった、手術が終わったコロナの妊婦さん、はい、うちあのバックアップベッドになりますから送ってくださいと、はい、あの下り搬送っていうんですけどね、うん、もうあの大事なとこは済んだんで、あとはもう日にちだけですから見てくださいっていうのを受けてる、今受けるようにしてる。おー、その妊婦さんもということですか。そう赤ちゃんと一緒にね、産んだ後で、はい、うん、帝王切開になったりとか、あるいはその、はい、ね、経痛分娩になったり、でもコロナまだ陽性だから病院から出れないし、はい、まだ陽性対応できないからね、そうか、10日は出れないわけだからね。あ、でそれを受けて、はい、じゃあうちでその見ましょうと、お母さん見ましょうとっていうふうにしてるね。で赤ちゃんは新館の方で見ましょうってしてる。そうですか、うん、やっぱり何があのその一般の総合病院で、うん、京大病院とか、うん、府立医大とか困るかというと、やっぱりそのベッドがなくなる、分けるというところが一番、そう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 、あの苦労して、ね、できるできないこともあるというところを、うん、そうですよね、でそういうところも周産期センターも人がいっぱい集まってくるけど、自分のところでのスタッフもでも感染を起こしていくわけだから、はい、だって人マンパワー、うん、マワンパワーがない中で、はい、そんな全部は受けれないから、ちょっとでもあの、ね、負担を、ね、減らすために自分、私たちは今度逆に、はい、下り搬送でそこのベッドを開けるように努めますっていうふうにしてるの。素晴らしい。だシステムとしてはすごくこうよくできてて、まあ、これ京都府と、はい、考えてね、こういう形で受けたいっていうことは、もうありがとうございましたよね。入り口およびその、うん、出口で、まあ、出口じゃないけど、うん、きっとそこで、うん、無事退院できると、うん、はい、すごい、うん、いいでしょこれ。でも行政、あの私ね、はい、あの京都なんかコロナうまくいかんなと思ってたけど、これってねもう本当に京都市も京都府もやりますってもうあっという間にこう通ったから、やれるんじゃん。日頃なかなか物事決まらないこの行政が、やりますってさっとさっと手を挙げてくれて、そのどこのじゃ清掃業者にしようかとか、あ、そっか、そういうことまで考えないとダメ、うん、どこをレッドゾーンにして、どこをグリーンにしようとか全部こう指示してくれて、あっという間にできたから、あ、もうすごいよかった。それは今日あの京都市と行政が、うん、行政の、おお、そうですか、うん、やろうと思ったらできる、できるできる子なんよ、やらないだけで。こら偉そうに言わんといてって言われるね。そうですけど、私じゃないよ今のはね、松岡さんが言えって言ったんで。いやいや、あのやっぱりそれにつけても、やっぱりその休館と新館があったからこそという、やっぱりその、はいはい、あの20年の刑を持たれたあの畑山博士先生には、はい、120年、ちょうど120周年ぴったりあった話だったね、はい、心から御礼を申し上げま す本当に、はい、あの皆さんに代わり、あのやっぱりええわという感じで、今日はなんか褒められたな。、はい、ありがとうございました、はい、畑山博士さんでした。失礼します。